供も見るのよ。俺だってそこまで分かってる。最初の17分間のみ、ここ SF 的に面白いよっていうところをですね、解説したいと思います。ネオジオンのシャアはですね、小惑星を地球にこれ落とそうとしています。で、そのタイミングでですね、地球から発信しようとしているスペースシャトルがありました。映画がアニメが始まってからですね、6分40秒あたりですね。スペースシャトルのシーンです。もう衛星から見てわかるような巨大な人造物ですね。これシャトルの加速用のレールなんですけども、多分全長10キロ程度ですね。でレールの上にですね、末端に、まあ、この末端の位置にですね、スペースシャトルが乗ってますですね。よく見ると3段式になってます。で、シャトル加速します。レールの上は加速しますね。レール自体もおそらくリニアモーター駆動で、さらに第1段ロケットを点火して加速してるんでしょう。だから、おそらく終末速度はこの段階で時速1000キロぐらいになってると思います。大体ちなみにですね、僕らがよく乗ってる民間のですね、飛行機、旅客機っていうのは、ジェット機というのは大体今時速200キロから300キロの間ぐらいで離陸するのですね、まあ、そこからさらにまあ音速に近いところまでこの第1段目のレールでですね加速してるんでしょう。で、このシャトル実際に発進するシーンはですね10分目あたりです。で、シャトルがですねレールの上からドーンと加速して上がっていきます。レールの、ね、端っこが上がっちゃってるんですよね。レールの先が上向いてると、まあ、これまでのね、ベクトルを曲げてるから、本当に言えばおかしいんですよ。こういうふうにレールありますよね。で、スペースシャトルがこう加速してるんだったら、本来言えばこのままでいいはいいんですよ。月の上でもね、レールがあってね、最後ね、ちょっとこう上に曲がってるんですけども、こう本来は水平方向でもいいんですけども、絵コンテにもですね、このレールとかシャトルもガイナックスでデザインしたんですけどもですね、富野さんがもう本当に言いたいことはわかると。端っこが上向いてるのは変だ。それはもう分かってると。でもね、ガンダムっていうのは子供も見るのよっていう話になるわけですよね。レールの端っこが上に上がってなかったら飛んでいくって感じしないじゃんって。俺だってそこまで分かってるわよというふうな話をして説得されるわけですね。確かにまあ、地球上からですね、衛星軌道に上がるときはですね、なんだろうな、無理やり水平に加速させて、まあ、速度稼ぐのはいいんですけども、最初空気抵抗がすごいから大気圏内、早いこと大気圏内を脱出させるためにですね、上に上げちゃうというのは、これはわかるんですけども、後にですね、アムロが月面からですね、マスドライバーですね、つまりリニア型バルトでですね、離陸するシーンまでですね、上に上がってるのはですね、あれはさすがにちょっと富野さんやりすぎだったと思います。で、こうやって加速していて飛んで、で第1段のですね、これは多分地球にこのまま帰る飛行機みたいになっている機関ステージですね、発進しているのが夜明けなんですけど、夜明けの空なんですけども、もう上空まで上がると昼間の空になってます。ここら辺の演出細かいですね。で第1段を加速切り離してさらに加速して、まあ、多分ここら辺で毎秒8キロぐらいの速度になってるでしょう。で1段目はこのまま空港に帰るんですけども、で、第2段をですね、切り離して、第2段ロケットを切り離して、さらにシャトルは加速しますね。で、多分これで、まあ、秒速12キロ以上ですね、になって、宇宙コロニーの、軌道まで加速してるんでしょうけども、ここで、落ちてくる小惑星、フィフスルナーってやつとすれ違います。ほとんど空気がないようなですね、上空なんですけども、もうすでに小惑星の前にはですね、その薄い大気の層と小惑星が激しく、擦れ合ってるとかぶつかってるせいで衝撃波が発生してますね。でシャトルを揺らしてると、このシャトルがガタガタ揺れるシーンがあるんですけど、あれは細かいですね、破片が飛んできたからと解釈する人もいるんですけど、そうじゃないんですね。あれは薄い大気の層であってもすでにすごい衝撃波が発生してるという、そういう描写だと思います。